今日は大晦日、千代田区の老舗そば店は年越しそばを食べに来た客でにぎわいました。100人以上のお客さんが行列を作っています。その目当てはいらっしゃい年越しそばです。千代田区にある1884年明治17年創業の神田松屋は、この1年の締めくくりとして年越しそばを食べに来た人でにぎわいました。すごくとても美味しくいただいてます。はい、2時間半くらい、待ちました。みんな健康で、暮らしたいです。もう本当美味しいです。温まります。今年も結構いい年だったので、来年もっといい年にしたいです。訪れた人は今年1年を振り返りながら年越しそばを味わっていました。お土産と両方で7000食ぐらいは用意してあるはずなんです。いろんなことがございましたから、平和でこの年越しそばの習慣がずっと続けられるような時代が続いてくれればいいなと思っております。大晦日にそばを食べる習慣は、そばのように細く長く生きるという願いを込め江戸時代から始まったと言われ、この店では今日は午後10時までに並んだ人に年越しそばを提供するということです。